どうもありがとう。いつもすぐに諦めてきた。向き合う強さも持てずに、誰よりも一番になりたいんだけど、現実はうまくいかないもので、だから生きることって難しい。そうな生き方だと君は思うかな。変われない僕だったけど、同じ時を君と歩けば、言えないままの気持ちがそっと優しい色に染まって、託した夢さえ知ってたよ。そんなところは自信があるんだ。いつだってそばにいれば勇気になるから、覚悟して歩き出して、立ち止まること繰り返しては、失うことが怖くて、消えてくことを恐れて、永遠がいいな、わがままも言おう、どうせ無理だと知ってる、お願い変わらないでいて、僕は優しい君を見てるよ、大切にしなきゃ、君がそばにいれば僕は僕でいれる。気持ちだったのに、お互い意地を捨てられずいて、言葉に詰まるあの日の残像、今悲しい夢を見てても、許し合えない日々の中でも、小さな僕らは一つ一つの時を大事にする、I'm not afraid to die.
どうもありがとう。ウィーバーの皆さんにも拍手お願いします。いやなんか今日はなんかちょっとすごいスペシャルな感じでしたよね。そうですね、なかなかこうお客さんもみんな座ってもらってやるライブっていうのがあんまりないんで、ね、うん、やっぱちょっとドキドキしてましたね。はい、歌ってる間にもおっしゃってましたけど近いですよね。近いもう超よく見えますよ皆さん。めっちゃ見えるまで本当にさ、毛穴まで見えるぐらいの勢いですけど、2曲目にさ、うん、インストをやったんですけれども、はい、歌はなしで、はい、なんかこう自分たちから緊張しにいってるこのそういやでも素晴らしかったですね。あのジャズのクリスマススタンダード、はい、ありがとうございます。あれはアレンジは元からあるものなんですか？アレンジは自分らでなんとなくそう、まあ、曲は、うん、曲はあの有名な曲を使って、 それをどう自分たちで組み立てていくかみたいな、あんなジャジーな感じのなんちゃってジャズです。いや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 、おしゃれな感じでしたけどあのインストで歌わないで済むとちょっとあの楽だったりするんですか？いや逆にちょっと手持ちぶさぶさたぶさたさ感があって本当そう、いやいやかっこよかったですよね。素晴らしい。あの皆さんが印象に残っているクリスマスプレゼント、まあこれはあれですよ、あのサンタさんじゃなくても、あでもあの、まあ、サンタさん時代にあの、うん、僕が覚えてる時代に、そういう時代があったことないんですけど、はい、手紙にその欲しいものを書いて、うん、もう子供、僕ちっちゃかったんですけど、結構欲しいものずらって書いたら子供らに計算したら、これはまずいっていうぐらいの額になってて、はいはいはい、子供ながらにこれはサンタさん の、 あの、うん、財布が危ないなと思って、危ない、はい、こう書いてたやつを線を消して、はいはいはい、でその上横にちょっと違うちょっと安いやつを書いたら、なさあのクリスマスの日にその消してあって、元のやつが置いてあって、あなるほど、それがなんか確かミニ四駆のすごい高いパーツだったんですけ ど、それはすごい嬉しかったですね。サンタさんプライドに触ったんでしょうね気使われた、これぐらいこれぐらい買えるよってミニ四駆、ミニ四駆。他の二人どうです？僕もまあ世代なんですけど、ローラースケートっていうのを売ってもらって、ローラーブレードじゃないんですよ、あのローラーブレードはこう縦に並んでるやつですけど、スケートこう4つ車輪があってっていうのを買ってもらったなっていうのを、ね、それ何歳ぐらい、 いくつですかね、あれいくつでした聞くなよ、何歳だっけね、されてるかな。まあでもせっかくもらってもめっちゃ寒いですよね。あ、そうですね、寒いけど、でもまあ子供の頃なんで半ズボンでね、半ズボンでスケートしてたと思うんですけど、はい、今はね、流行ったもんな、今はできないです。そうな、うん、杉本さんはどうですか？あ、僕超合金とかなんていうの、あーえ超合金の何のあーとか言ったけど分かんない、キャラクター的には何のやつですか？合体もの、そうそう合体もの、戦隊ものとかの銃レンジャーとか、そうそう、ね、はいはいはい、ああいうのはやっぱ嬉しかったですよね。ちっちゃい時ああいうの買えないじゃないですかやっぱり、はいはいはい、うん、あれがドーンと置かれてるとめっちゃ嬉しかったです。なるほど、うん、あの今はメンバー同士でこうそういうのないんですか？でも結構クリスマスはあのライブしてる印象あったよね、インディーズ時代は、ね、確かに、うん、イブニーとかですか？イブだったりとか、なんか、まあ、学校も休みになるんで、はい、こう友達とかが企画してライブとかするんですけど、その時に僕はこうちょっとローストチキンを2人に振る舞った、あの、あ、手だけですけど作ってる、作ってついてるよ、なんか覚えてないて、この場を利用して、おい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 、ひどいやつやな、だって2人おって2人とも覚えてへんひどい話です、ね、ひどい話です、ね、あれそういうことなんですか？いや俺もじゃあ俺も高級セーターあげたで覚えてへん、俺も3000円あげたその年で3000円そうないかい、はい、そして、そんなウィーバーが来年2月にニューアルバムナイトレインボーをリリースします、はいはい、ありがとうございます。もうリリースが、2月の10日でした？2月の10日です、はい、もう完成している、先週ついこの間よな、3日4日前に全ての曲のレコーディングが終わって、終わってできました、はい、はい、いやいや素晴らしい力作が、はい、できました、はい、はい、3年ぶりとなるアルバムなんですけど、はい、まずはですね、ナイトレインボーっていうタイトルがやっぱり気になるんですよ、はい、夜に虹は本来かからないものなわけですから、そうですね、なかなか見れないですよね、はい、夜っていうのがね、どんな意味を込めたのかという、はい、ですね、あのナイトレインボーってさっき言った通り、なかなか夜に虹って見れないんじゃないですか。でもこう月の明かりだとか、例えば滝の近くだとか、なんかそういういろんな条件が重なった時にだけ見ることができる、すごく稀なもので、え、夜に虹がかかることもあると、はい、あります、ね、あるんです、そういう現象があって、でそれを見た人はやっぱりこうすごくレアなものなので、幸運が訪れるとか
そういうすごい良い意味があって、まあ、それで僕らの音楽もそうであればいいなという思いを込めてナイトレインボーにしたんですけれど、このアルバム自体こう一曲一曲すごく個性が強くて、まあ、一言ではこう表しにくかったので、レインボーという言葉はこうやっぱいろんな 色が混ざっているので、それはすごく合うんじゃないかなと思いまして、ナイトレインボーというタイトルにしました。なるほど、まあ、夜に見られるレアな虹ぐらい、はい、まあ、幸運をもたらす音楽であり、はい、そして一曲一曲が立っているという、はい、ところなんですかね、はいはい。前作のハンドメイド以来、3年間いろんなことがありました。ロンドンに行ったりとか、はい、あと全国ツアーも全部で3つあったのかな。そうですね、去年も合わせると3つ、はい、はい、でいろんなフェスにも出ましたけれども、そういったあの3年間 あのいろんな活動がやっぱりアルバム制作に大きな影響を及ぼしたんでしょうか。いや、 やはりそのライブやることによって次こんな音出したいなみたいなのをやっぱりそこで感じさせてもらうので、もちろんどんどんでこう自分たち3人の演奏力が上がっただとか精神的にも強くなったっていうのはあるんですけど、やっぱりそこから自分たちがどんどんかこんな音楽が面白いんじゃないかなって思って帰ってライブをやって、あ、こんなリアクションしてくれるんだ、じゃあ次こういう曲を作ろうっていう風に今回のアルバムはできてきましたね。その新作を携えてのホールツアーも決定しています。ツアータイトルはドロー・ア・ナイト・レインボーとついております。なんと大阪が初日です。はい、はい、ありがとうございます。4月9日土曜日にオリックス劇場でライブが行われます。はい、まだアルバムが出る前ではありますけど、ちょっと意気込みというか、どんなライブになりそうか。そうですね、やっぱりそのアルバムにまだ皆さんに届けられてない曲が本当にたくさん入っているので、本当に最近はそのライブでどう自分たちがプレイするのかだとか、どういう風に伝えていくのかっていうのをすごく3人の立ち振る舞いとかも考えながら曲作ってるんで、だからそういうなんかよりみんなにこう見てても楽しめる、そういうライブが次のツアーでもちゃんと届けられるんじゃない、いつも以上に楽しめるライブが届けられるんじゃないかなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ちょうどリリースから2ヶ月ぐらいありますからね、はい、もう皆さん あの体にしっかり馴染んでから、うんうん、ライブに臨めるんじゃないかと思いますので、皆さんぜひじっくりとアルバム聴いてください。というわけでもうね、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいまして、楽しかった、まあ、これで終わりってことはないでしょう。いや、もう満足だって、さっき3曲しかやってない、あの曲もこの曲もやってないじゃないですか。みんなも結構いい顔してるから、もうそろそろ帰ろうかなみたいな、そんなことないですよね。まだ聞きたいですよね。何やこの茶番は。ありがとうございます。楽しんでいてください。
その先は時を超え闇の中にも潜めあなたに会える時を待った光が僕の手を引く時を壮大イメージの作る情景も心は全て突き破って怖くたって震えたって光を目指す気がつけばこんな単純なことだった時を超える想いがあったんだ再会だってあなたはそれを知らなかった